吉沢一期4月28日から1972年10月26日は、日本の武道家。段祝い,い、合同藩士9段、剣道藩士7段、重剣道藩士8段、柔道8段、征服術8段。武道日本一号計40段と称され、全日本柔道選手権で優勝した戦績を有す、他、放棄流以外では、王屋としてその名を知られた。 身長180センチメートル以上、体重約94キログラムの異常婦であった。熊本県下町式軍松橋歌里の笠屋に生まれ、幼少より剣道、柔道を学んだ。宇都鶴城学院中等部を卒業後、同校の助教を務めた。日露戦争開戦後の明治38年、志願して陸軍府評第13連隊に入隊した。 その後、陸軍と山学校に入校し、明治41年卒業に際し、成績優秀により、明治天皇から恩師の銀時計を受けた。順位に進み、熊本陸軍幼年学校助教を務め、宝器流の星野龍太が、同校の剣道師範を務めていた縁で、星野道場に入門した。この道場で、星野九門、龍太から宝器流以外を学んだ。明治44年頃、 熊本市内の篠ノ目座でアメリカ人ボクサーの興行があり、彼らと一種試合をした日本人柔道選手が次々に敗れた。感染していた吉沢に飛び入りを進める者もいたが、帝国軍人が見せ物になるわけにはいかず無視した。しかし、会場が慣習の罵声で騒然となったため、同席していた幼年学校長は吉沢に出場を命じ、 一行の中で最強のネリオンホースと戦うこととなった。試合が始まるや、稲や吉沢は背負い投げで勝ち、監修から大歓声を受けた。この場に合わせた熊本県道会の重鎮、野田長三郎は、吉沢を養子に迎え、吉沢は野田姓となった。3年足らずで、幼年学校を退職し、大正2年に、京都の第二本部特会本部講習生となった。 翌大正3年から武徳祭大演武会の剣道、いやい、柔道の部に欠かさず出場した。京都第一商業学校に教諭として勤務し、野田が亡くなると吉沢生に戻った。昭和10年代は戦時職を反映して、重剣術が盛んになった。吉沢は剣道の大会に目銃を手に出場し、対戦相手の宮崎も三郎を強烈な、 突き技で仰向けに倒し、城内を沸かせた。昭和15年、重県実藩士に昇進。太平洋戦争敗戦間近、三重県島半島に敵が上陸してくるという情報が流れ、吉沢が隊長となり、関西の武道家64名が切り込み隊を結成。日本の降伏後、吉沢は自決を覚悟したが、思いとどまった。占領軍司令により、 武道が禁止され、吉沢は、公職追放されたが、原子爆弾一発で20万人もの人を殺した、ことに比べて、やあやあ我こそはと名乗りを上げ一人ずつ戦う。我々の武道がなぜいかんのかと反発し、刀を手放すことはなかった。羽越しや釣り込み足、固め技を得意とし、現役時代は全日本選手権大会で、昭和5年3位、翌6年に優勝を果たす。 磯貝はじめやさ村ら一郎を師とあおいで、昭和22年に、行動館から八段位を授与され、皇宮警察京都護衛所で、後進の指導にあたって、京都府柔道連盟では顧問を務めた。昭和36年12月、フランス・パリで開かれた第3回世界柔道選手権大会に、高山義蔵京都市長の代理として出席し、姉妹都市名役を記念して、兜を贈呈した。 パリ市長から返礼として、伊吹武彦京都大学教授と共に、功労メダルを贈られた。また、パリのクーベルタンスタジアムで、放棄流意愛を演舞し、好評を博した。戦前まで、放棄流意愛を教えることはなかったが、昭和31年に全日本剣道、連盟共同部が発足すると加盟し、弟子を取るようになった。昭和37年、全日本剣道連盟からい、 合同球団を授与された。この頃、全日本剣道連盟は異合同の統一された形を作る方針を打ち出し、吉沢はその会合に招かれた。昭和44年、全日本剣道連盟以来を制定した。昭和47年、86歳で死去した。ありがとうございます。